背番号32番ミッドフィルダー黒川敦史です。24歳です。スタジアムで僕のゴールを見せれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まあ、始めたのが4歳なんですけど、その時からずっと走り回ってました。朝から晩まで練習三昧でしたし、まあ、学校とかでも持久走大会になるとずっと一番取れてたんで、体力には自信がありましたね。どこに行ってもずっとサッカーやってたイメージはありますし、学校の休み時間とかも結局ボール蹴ったりとかしてて、まあでも小学校の時とかはめっちゃ悪ガキかなとは思いますけどね、結構今思えば。今まで関東に住んでたんで、やはりちょっと雰囲気とかも、まあ、街柄とかも違いますし、魚屋さんとかもあったりするんで、行ったりすると結構もう訛り強くて、ちょっと真似したりしてますでもこっち来ていろんな自然だったりとかそういう部分でなんかいろんなところに行ったりとかっていうのは楽しみの一つであるので、まあサッカーだけではなくて私生活でもいろんな刺激っていうのがあるので楽しいです。まあ、自分自身常にこうどんな年になっても成長していきたいなっていうのはやはり常に強く思っているので、特に新しい環境に身を置くことができているので、まあトライアンドエラーをこう繰り返しながら、まあ自分が人間的にも一回り二回り大きくなっていって、どんどん毎日成長していくことが一番自分の中では大事だと思っているので、自信はあります。ただやらなければいけないことは、まあ、チームとしても個人としてもたくさんあると思いますし、まあ、チームには、まあ、日本を代表して日本を背負ってきた選手もたくさんいますし、すごいいろんな話を聞きながら自分のものにしていきたいと思いますし、まあ、その中で自分しか持ってないパーソナリティというのを出していければなと思っています。